ルーム東チーム、東さん、上東さん、あ、いた、いや、じゃんけん、ん、なんすか、なんすか、あ、グー、じゃんけん、ほい、勝ったー、ディッサンが勝ったー、どっち、あとだし、じゃあ、おるるー、ワンピー側、先方、おるるー、え、あー、いや、っていうか、いや、別に、別に、一級さんとやるためにな、なんだよ、言いたいことがあればマイク落としてってくださいよ。いやー、リーさんがね、前、岐阜戦マツマンでやってもらってね、それをね、ヒゲさんの技術やるたびにね、それをね、ネチネチ言ってくるんですよね。だって、進歩はないんだもん。いや、今日ライコン投げ飛び越さなかったし。あ、まあまあまあ、でも食らってた。さあ、言ってたら、さあ、今、リンさんとオール君の同性対決。リンさんの方が負けてますね、体力的には。さあ、まだビビったるもんなんで。ですね。おっ、さあ、飛び込み投げ、リンさんがリードを取って、おわっ、あのタイミングで、まだわからない、リーが勝つ。リレーナンバー、リーさんが椅子を座り直す。さあ、ガードして9レーク、うわー、折れてしまったが隙に入れず、さあ逃げた。おっと、代々入って、これオルルさん乗ってますね。しかしオルルさんはこうすればいいんですよ、わざ考えずに。やりたいようにやればいい。動きたいように動けばええねんと。さあ、ちょっと考え始めたか、動きが固くなってきた。余分なことを言ったからか。考えてしまった。さあ、じわじわリードを広げていくのはリンさんのシャンフェ、赤い方。あー、こすって、コンボ刺さって、あー、から、さあ、昇竜で安定。引き攻めどうなる、怖い、おっと、大吉、あー、どんどん、おー、忘れ、最後リンさんが負けた。さあ、下克上、それは大金星と言っていいんですかね。うん、っていうか俺勝ったやつ初めて見たよ。マジっすか。うん、これは偉いことですよ。有識自体、そう、それ有識自体、有識自体ですぞ。いや、やっぱり考えちゃダメですね。ね、ね、皆さん。いや、どうすか。僕は考えてます。考えてますね。考えてますよ。でも、やりたいことの方が、やりたいことを通すダッチマリオ。なるほど。あ、弱かっていただきましたが、おめえさんに言われてなるほどって思いましたけど、うん、それも一つだって思って、うん、そうそれだけじゃなければいいんだっていう話なんで、うん、まあ全部できるに越したことはないということで、当て身投げをバンバン使う技術と、もう超硬くて定先とダイヤストみたいな、そういうキャラでもそういう使い方もできるっていうのはやっぱ一番ですね。そうキャラ人によって全然違う動きができるゲームなんで。オッケー、なんすか、いや、さすが分かってる方は分かってる、言うことが違う、しっかり立ち回れと。いやー、分かってたからね、ほんとね、言ってたら、まずはディスさんが、2人の猛攻、ダックキングがすごいめくりが通りやすい気がするんですよ。すげえ横幅が広いイメージがあるんで。あ、戻ってきた。おぎどれのジャンシーめくりがすごいやりやすそうでしたね。戻ってくるやつ確か投げ角でした、ね、いや、というより食らっても打撃が確定します。あ、打撃確定、何でも確定します。なるほど。まあ何でもって言うと言い過ぎですけど、できる勝利。いやいや、できる。まあ小技グラクラスは普通に確定です。ああ、なるほど。たまにすげえ離れることがあるんで、それだけは確定取れないんですけど、まあ基本確定です。さあ、言ってもやっぱりエビ攻撃にしっかりガーキャン入れてくる東さんもさすが。さすがに顔ぶれのトップだけありますね。
ですよ。昼を10月の昼をですからね。あ、何それ。おいって聞こえたけど、いやなんか10月の昼を、10月の昼をさん、うん、あ、昼をってさ、手振りだよね。いや、10月は、うん、俺の月だって。は？豪語してたんで。大丈夫ですか。さあ、言ってたら、まあ、長州がまくって。さあ、完全に実況ディス対アズマになってますが、まあ、気にしないでいきましょう。さあ、ガキャン。僕はいつもそういう状況です。さあ、この状況は、まあ、長州、おっと、前に行く長州。あ、崩せなさそうですね。ガガのガガシュ、あー、最後の最終兵器も間に合わなかった。あれクソですかね。本当ね、初狩りってレベルじゃねえぞっていうぐらいクソですかね。さあ、台紙入れて裏はガード、ロケだった。さあ、たまらず末で逃げてスピンで戻ってくるが、猛攻止まらず、あまり展開早いんで、ガキャンもまあまあならないか。さあ、クティーラのコンボは忘れているが、チョンシは忘れていない。クティーラ、わかんない、わかんない。ダメ、マジかっこいい、マジかっこいい。おお、スカッシュ投げをこのゲームで入れるか。あんたが優先じゃねえし、あんたが優先じゃねえし。俺ジャンプスカッシュ投げなんかやんねえっつーの。確かに、それはやんないね、うん、そういうゲームじゃないから。あー、バレた。よく見ていたと言えるか。いやー、バシさんからそういうゲームじゃねえからって言われたとき、うん、まあ、はい、みたいな、うん、はい、そうっすね、みたいな感じですかね。僕は間違ったことはしてないよ。そうかな。まあまあまあ、まあ、あれで強いんだから、うん、ある意味、いわゆる常識にとらわれた立ち回りから脱却したマリーっていうことで、それはそれで新たな王道を作ったということでいいんじゃないですか。あ、ヒゲさん、こういう気持ちなんですね。わかりました、わかりました、わかりました。うん、まじ、なんていうか、踏み落ちねえ。俺、考えてんのに、そう、俺も考えてんのに、考えて、人にも加えてみたいな、いろいろ考えてる結果、なんで嵐かみたいなね、死ねばいいのにと思いますよ。でも、俺やってることは嵐なんだよね。いや、まあ、アイリーはしょうがないです。まあ、ギースもしょうがないです。使ってるキャラが悪い、そしてプレイヤーも悪い。そうですね、しょうがないです。あ、そんなこと言ってると、そんなこと言い過ぎなんだけど。さあ、こすってた。まあ、迅速見てる。迅速系は移動距離だね。あれなんでね。さあ、そこはやはり兄の方が優れてるところ。さあ、お互い光った。おい、見てる。俺は潜在狙ってたっぽいが、勝利で OK でしょう。さあ、怖い怖い。体力は、ほう、俺というか、もう巻き返した。おっ、バグステ。さあ、長州バグステ超優秀なタイプなんだね。さあ、見れなかった。一歩取るは、オルル。本能に目覚めたオルル。いや、かなり動けてますよ。今日何があったのか。なんかいいことあったんだよ。だから多分昨日陰夢見たんだよ。俺、嫌な夢見たよ。だから負けちゃうか。いや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 。あっ、そこ連れていく。やばい、オルルさんノリノリ。怖いわ。バグしてからマジ技こすりすぎだろ。楽しい本能よ。おー、できない。あれを回してブレーキショット。やばい、動きすぎ。完全にぬるぬるだ。ガード、あー、残り20秒切って、さあ、長州ガードゲージも半分もうとっくに切っている。こうなるとガンガン行きたいんだが、完全に上見てるっぽい。オルルが近づかせない。あーと、帰りが終わっちゃった。ガード、あ、時間がない。ただの正面、よくガードしたな。残ったが、え、どっちどっち、どっち、できる、すげー、できる、すげーすぎるわ、すげー。あれマジか。いや、さすがクティーラ捨てるわけありますね。ほんと強いわ。いや、二人ともキレッキレだ今日。いや、これはさあ、俺ジャンプで避けて、おっと、 D、 おっ、すげーで避けて戻った。やばい。え、リーさんに変わってんの。え、俺くんだよね。おい、リーさんそこにいるよ。マジか。いやー、リーさんの動きはエロい画像的なからの裏ガードてか全然当たってね、すげー。いやー、俺くん本能に目覚めた方がやっぱ強いんですね。あー、かっこいいジャンプよ。ガードして、あー、これはスカッタ。
カード。さあ長州が攻め上げる。超終わりでもなく投げダッシュ2回から投げ通して勝ったのはデスリンクル。マジいい勝負。リンさん2打で、いやね、リスさん2打で、さすがっす。うーわさすがリスさん、テクイッス。エジさん三決はエジさん決める。時間あるよね、残り80分あるんで。エジがいない、エジがいない。エジどうするの。三決、三決はオッケー。え、時間まだ、時間はまだあるね。三決やりましょう、やりましょう。ちょ、見えない。それ、あ、そうだ、エジさん、ヒロシさんとオルルル、アズマさん、じゃんけんほう。さあ、店員同士の格付け戦ですね。確かに。さあ、まあさっきさ、バックステから擦りすぎだろうって言ったじゃん、はい、うん、本能に目覚めてんだから擦るな。 やばい、ほんとね、擦り、お互いね、すごい忠告をしておきながら、それを忠実に守ったらなんだそれみたいなこと言われたみたいな感じですよ、今の完全にいや、でも擦りす、まあ確かにね、あの、オルル君とか、稀にいるんですが、リバーサルで壊しを擦るのはどういう意図なんだっていうマジ意味不なんですけどね。まあ、初戦は、アズマダック対エイジアンディ。サンディは証券が非常に強くて落馬としても面倒くさいんですが、1回飛びを通せば10回ぐらい通した証券をガードしても全然お釣りが来る。さあ、タレコブローリング、うわ、さあ、東本気を出した。上手ローリング、上手強い、地上牽制にも使える上手。さあ、飛び通すが繋がらず、トリオガーキャンマジでしたね、今のは。うわ、これはアンディが前に行けない。上下げローリング、辛い、これはきつい。さあ、でも序盤はいい立ち上がりだったので、さあ、あのペースでアンディもバックでいきたい。お箸こすってるだけです。しかし、それが強い。さあ、なんとこれ無敵がない。あの技は無敵が若干ある、若干あるがほぼない。さあ、回した、回しながらも自分もある。さすがヒルオー。前方戦取るは、いや、東ダック、ヒルオーダック、ヒルオー、ヒルオーダック、10月を、10月のヒルオー、うん、いやー、ヒルいらない、10月を、ヒルオー、ヒルオティファニーとは一体ティファニー君、アドレス変えないとそうだよ、あいつツイッターもティファニーヒルオーだったの、確かただのティファニーになっちゃうよさあ、飛び通して、まずコンボ入れるのはキレッキレ、オールで。だから、馬広さん、何度か返してガード。さあ、壊し暴れからタックル、ライン移動、振り向きからの一転換、頭で回って、だ、暴発なんで逃げていく。さあ、画面中央での読み合い。さあ、なんで怪しい、そう、勝つときってなんでっていうのが通るから。さあ、画面端、チャンフェの強みである画面端でのめくりとかもかなりクソゲーですね。チャンフェの強みってやっぱ端に持ってきやすいことと端の攻めが強いっていう、その噛み合いっぷりがやばいですよね。いろんなもんが噛み合ってキャラが出来上がってるんで、そうですね、まあ最大の功罪はエサガだと思うんですけどもうダメですよ、あの技ね、ほんとクソ技っていうにはばからないですよ。さあ、しかし2ラウンド目はボブ・ヒロシ、あーっと倒れすぎた。しかし安かった。さあ、ビリー、これはダメでした。ワイルドも漏れやすいね、本当あれ漏れやすいっすね。ねえ、本当。モンキーダンス出そうとするとワイルドムーンが出るっていう。わかるわかる。ふざけんなっていう。ちなみに俺竜巻ビー出そうとしても毎回モンキーダンスね。なんでやねん。わかんない。本当にわかんない。完全にコマンドちゃうやないですか。終わったー。昔からのモンキーダンス。取り返すはボブ・ヒロシ。最終ラウンド。
現状況もほぼ一緒。さあお互いの意地がぶつかるところですが、ここで移動投げ、さあ序盤出していきました。さあガードが長いとね、どうしてもワールドフリーに負けやすいんで、まあそこは頑張ってできる。さあ出したち、止めて、ダメージ、おっと上かぶせて擦ってる。まあボブ側の行動に対して小技でシャーベル小技で擦るって割と全然ありです、ね、割とありですね。投げが結局立ちパンスかし投げっていうタグがあるんで、結局のところ飛びも見てからガードできますしね、小技だったら。あ、上下げバックジャンプ、田中君が邪魔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 ごめんね、ごめんなさいね。さあリード取るが上手かった、ただ上手よし。さあチームメイトのエジがドヤボブさんボブさんボブさん、もっとドヤしていいんだよ、もっとドヤしていいんだよもっともっとドヤ顔しないと、勝ったんだから、勝てば完全ですよ。さあはぁ、どういう煽りっすか。さあ次回決定戦、相手がタック。さあ今でもボブヒュースさん一応1敗しかしてないのかな。ええボブヒュースさんつってるよちゃんと、俺さっきボブって言ったけどさあボブヒュースさん、僕のダックと結構やってるんで、ダックってこういうキャラぐらいは分かってると思います。勝ってるんですか。ええなんすか、勝ってるんですか。いや全然僕普通に勝ちましたよ、うん、うん、あしょうがないっす、だってこれマジきついさあ立ち回りの中で煽っていくスタイル、あっこすって半分、ただなんだかんだ言ってダック側というかボブ側もワンチャンある、普通に P ゲージにそろそろ溜まる、飛びが1回でも通ればそのまま死亡コース。さあ飛び通るかな、まあ通る要素はないんだが、投げが通って乗り出さない、ノー、バンダー、うわ上取ってなんかしてさあまだ通る、いやー焦ったー、ダズマさん、さあエジがどや、いやー今アルマさん的にはまあ削りこぼしたかったんでしょうが、このゲーム削りがね本当に弱いんだね、削んないんで、強ローリングでも普通に多分3回4ドットぐらいなんで削れないに等しいですね。さあしゃがれをこすって上、クソキャラさあたさあ一気に体力奪っていく東ドック、あれやられないようにやってたのに、いや小足をこす、小腹をこすった結果がこれだよっていうね、ほんと踏み落ちねえだし、さあ体力はもうないんだが、小腹こすれ、あれバーシャンどうしたんですか、ポンポンペイン、さあ三振入ってやっほい、さあ超警戒してるけどそれで潰れなかったんだからもう振るべきじゃないと思うよ、いやガーギャンするよゲージがあるうちは大丈夫だろさあといったように上から入って、さあガーギャンしブレイクスパイル裏マットを超えるのっていたが、このまま技が出ない、ブレイクストーン、ヘイヘイモンキーダース当たって、やっほい、さあどうする、さあどうする、壊してローリング潰して勝ったのはボブヒロシ、さあ煮立て、さすがのボブヒロシである、なんすか、いやた、いやでも立ち回りもうまいんでね、立ち回りがうまいからこそのボブヒロシです、立ち回りとどんだけネタあるんですかあなたたちは、いやだってボブさん、あごめんなさいボブさんじゃない、ヒロシさん名前ついにちょっとナチュラルに間違えた、それ田村さんネタなんでさあ新しい OK、 じゃあどうする、どっちが兄弟ですか、あじゃあ奥が兄弟行っていきます、さてじゃあ誰か、あじゃあもうヒロシさん持ってるからいいか、いや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 、
さん先方どっちどっちやっえアルフさん、え、いや、頑張ってください。なんで切ってんの、おかしいでしょ。何してんすか。いや、ちょっと、何がグッドなんすか。なんすか。いや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 、入れなさい、その、ちょっと。キュートロウさん対リンさん。さあ、ヒエさんがリン…オルルさんをガン見して、で、体力リードを取っているのはリンさんのシャンペン。餌坂からナンバが入って、あれ、ほんと痛いっすけど、なんなんすかね、あの餌坂っていう技。え相当なクソ技ですね、やっぱ。さあ、地上に降りたものが当たればやっぱり浮く。やっぱり美味しいんだよね。美味しすぎですね。まあ、2人か。これさ、ねひどいっすよね。さあ、新キャラ2人はやはりシステム的に特殊な技が多くて、えぐい。さあ、1本取るのはリンさんのシャンペン。さあ、ベリー牽制振りたいもののやはり餌坂があるだって。なんだ、餌坂があるから牽制振りづらいっすね。うわー、すごい。この方ね、技全部仕込んでるんですよ、餌坂を。すごいですね。しょがり状態ですか、大丈夫ですか、これ。技振ったら餌坂が刺さるよみたいな。うわー、やったね。さあ、最後は投げに移行した技名知らない何か。震災橋。震災橋。震災派。震災派。惜しい。惜しい。しかも強かった。元ネタでした。元ネタ。震災橋ですよ。マジか。適当に言っただけなのに。割と本当です。マジか。震災派の元ネタ震災橋ですよ。の元ネタが震災橋。マジか。マジだった。江坂さ、SNK のコンテナあったから当たってるかな。ね、優遇されてんじゃない。マジか。さあ。そう、痛い。さあ、これはヒゲギー対本社の近所に住んでます。ディスさんのシャンペン。あ、シャンペンじゃない、長州ね、なんで間違えたんだ。いやー、ボブキムさん、さすがにやるさつもありだ。やばいな、これはひどい。さあ、リードを取ってるのはギース。さあ、ダウン投げ決まって、あ、雷光回し蹴り、本当に強そうだ。一本取るのはヒエさんのギース。めんどくさい組み合わせですね。さあ、画廊が高まっているようですか。ヤルマウト2ももっと高まっていきましょうよ。決勝ですけど、無理ゲー、無理ゲー。さあ、かなり体力的にはギースだな。ジョンシーならやってくれるはず。さあ、ベッコンに当たり当たりいきますね。さあ、有利フレームはかなり取れるので、ガードさせるのはありなんですが、ギリギリ残ってるが苦しい。入った。さあ、の難易度で安定して逃げます。バナース、危ない。さあ、固め。さあ、ジャンプ潰して超人剣で固めていくか。ニエイシーが重なって、さあ、大将戦。大将戦、ヒゲさんのギース対リンさんのシャンペン。さあ、そろそろ超えたい、そろそろ超えたいとか何か聞こえます。今日はどうなんでしょうね。今日のリンさんはオルルさんが勝つくらいだし、なんか調子が悪かったりするんですか。おい違う、そんなことはない、そんなことない。さあ、俺頑張った、俺が良かった、俺が良かったよ。自分で言うかみたいな、そういう自分で言っちゃうか、この人どう突っ込んだらいいかな、これみたいな。そう言ってくれると嬉しかった。無言にされた、ちょっとそんなマジに取られてもみたいな。いやーね、ちょっとなんでファイアーエンブレム今出すんですか。まだね、まだマイクに慣れてないんでね、ちょっと返しに困っちゃいましたね。思わず。さあ、体力リード取るのはリンさんのシャーケン。
さあ、超えたいと言っていたヒゲさんですが、わあ、まあ、まだ遠いのか。さあ、この距離真空ができない、大根バスにできない。さあ、エレザーか、仕込んでました。ぶっ込んで投げられる、真の投げ。さあ、非常にめんどくさい。エサが投げて、あーっと今危なかったが、着地硬直はラインドで逃げる。いやいや、あっという間に体力5分近くまで。そして端に追い込まれたギース、ばあちゃんできる、さすがに高難波間に合わない。さあ見てから当てに、さあさらに飛びます。あと、さあなんとかここは取り返したいですが、中段当たった。さあ画面端もう一回続く。さあもう一回シーサー、あと上殺で、もう下台が当たった。さあ今の下段かなり勇気がある、ね、最終ラウンド。これオリムさん的にはどっちが勝ちそうですか。いやどっちもどっちっす、ね、分かんないっすよね。ヒロシです。さあ小さい歯ないで、画面端の技術中段飛んで、あと当たらない、江坂で返す。この距離足で、さあギース何もできない、ジャンペイが固めていく、なんとか。さあ無理やりライコー行ったが、さあシーク投げ、わかんないよこの流れ。あ、やはりリースさんは強かった、ナンバで超えられなかったヒゲさん。さあ決めました。じゃあマジで読み負けた。あれは雷光読みかな、多分。いやいや、雷光読み、雷光読み、あ、足払いか。いやいや、足払い振るとこじゃないじゃないですか、飛んでんだよ、飛んでんだよ。いや、っていうよりジャンシーガスタネと見せかけ雷光投げのつもりだったんだけど、飛ぶとは思わなかった。まさかの、さすがに爆ステッカー、まあ立ちがどっちかやろうと思ったら、マジか、通された。これはしょうがない。じゃあ優勝コメントいただきましょうか。どっちから。なんでお前。おはようございます、メノです。おはようございます、メノです。コメントは特にないですね。ちょっと久しぶりだったんで、ちょっとまあ勝負感がかなり薄らいだかなと。あ、オルクが強くなってましたけどね。まあ人数も増えてるし楽しくなってきましたね。確かに、まあヒゲさんがね強いですけど、ギースチャンフェはねかなり厳しいんでこれはしょうがないです。まあ、まあ、いやでも俺は別にそんなにきついってイメージはないんだけど、ね。まあ、リスさんがね勝ったのは大きかったですよね。疲れてるけどね。雷光投げに仕込んでくるから。いやでも面倒くせ、決勝は全然役立たずだったんで、なんだかんだで相方に恵まれた感じの。メロさんに抱きつかれ、完全に捕まってる宇宙人ですけど大丈夫ですか。宇宙人扱いそんなの。いやでも長州変、長州大体の体力するし、長州飛ぶし、宇宙人じゃない。優勝したコメントだよ。いや優勝者なら聞く。コメント、コメント早よ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 。なんだろうこれ、なんだろうこの空気。なんか優勝したら絶対嬉しくないんだけど。いやほら、オルさんとのベストバウンドのあったじゃないですか。あれ完全に今回の大会のベストバウンドですよ。マジかー。まあオルさんに勝ったら一番嬉しかったです。でヒゲさんに負けたらすげえ悔しかったです。全然立ち回りさせてもらえなかった。いやだって対戦慣れしてるもんな。慣れてるもん。いやまだあのヒロシさん並みの立ち回りはできなかったです。しょうがないですね、それはしょうがない、天才なんで。どうぞ。じゃあ準優勝コメント、こちらの九太郎くんから。なんだかんだで準優勝、あのおんぶに抱っこへ、ここまで準決勝まで来ちゃって、なんか試合で全く役に立てなくてすごい申し訳なかったです。もっと上を見つつ横も見れて、ガーキャンがしっかりできる人になりたいです。ありがとうございます。お疲れ様です。どうか、はい、いや、あの見てる感じやることやってるっていう、あとは足りてない部分をいくつか一つ二つ補えば普通に戦えるプレイヤーになるんじゃないかなと思いますよ。あ
EVD 止めたいんだってよ。じゃあタイムタイム、はいはいはい、じゃあまたまた30分ぐらい一緒にやりましょう。締めやりましょう。はい、リンさんまた30分以上やりましょう。はい、じゃあ締めますよ。はい、あ、俺あ、俺か締めろはい、はい、すいません、取れよさあ、じゃあね、10月7日金曜日、中野 TRF リアルバウトガロー伝説2-on-2大会、これにて終了いたします。お疲れ様でした。はい、はい。